どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、いろいろメンテナンス編、今回が第2回目です。前回、久しぶりに大分市へと向かった TF 団。パンクしているタイヤを気にしつつ、とりあえず出発することにしました。タイヤの状態に加えて、空模様も気になる2人。雨に降られないことを願いつつ、さらに先へと進みます。果たして2人は、何事もなくたどり着くことができるのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。そうですね、てかもう早い。早いな。もう今年1ヶ月経ってしまう。そうなのよ。ああ、忙しい時になったな。1年で一番忙しくなった。まっすぐ行く？回る？アジムのローソン側の方に。ああ、わかんない。しばらくは、キリュウの方に。これ何これ？何？こんなモラルだね、モラルだった。モラル、もう。まあ、ネットリテラシーとかさ。リテラ。もうなんかもうやべえな、遠すぎるわ。やったら悪いこととかわかるかね。そうですか、それをこう、なんか動画に、ね、アップするのがすごい。いや、もうそこまで行くと俺先生じゃねえと思って、親と思うけど。どういう、それどうしようかな。いやあれさ、欧米ださ、世界以外じゃ当たり前とか言うけどさ、バカ言ってんじゃねえよって。まあアメリカに高校で留学した俺が言うけど、はい、日本最強やけん。もう間違いない。もうそれが今怖いよって。だって、こんだけ安全な国ない。そうや。最近なんか強盗とかもさ、あれやばいな。やばい。やばいやばい。今年入ってからこの1ヶ月間なんかやばい。いいこと起きすぎる。そうやな。今年どうなってしまうの。悪いことしたことない人がおらんとは言わんけど。いや、もちろんもちろん、おるやん。みんな何かしらやっぱさ、やったことあると思うけどさ、それをネットでさ、なんか出してさ、ペロペロってことだ。ああ、ペロペロもやめて、それを取ってね、世界中にばらまくっていう。かっこいいやろと思ったかな。あんなの80年代やってたらよくかっこいいやん。まだ。まだね。あの、硬派なやつに限る。ああ、なるほど。まだカツアゲの方が健全感じるわ。俺カツアゲしたことない。ああ、カツアゲはカツアゲ。兄さんは欲しいのあったらバイトして買う。そう。俺も悪いことしたことあるけど、別にさ、なんかこうとても僕がいい人ですとか言う気はないけど、さすがに常識みたいなとこあるやん。やべえやろあいつら。結果売られてきたらもう買う。いやもうその時は買わんで、はい、後からやる。まあきっかけは向こうですけど。一人で売ってくるんやったらいいけど、はい、大体5人ぐらいおる。これ買うもんなの。お前も知ってる先輩おるやんか、はい、あいつが俺んちに呼びつけた時もさ、当時俺中2か中1やったけど、いや行かんよって言って、はい、あいつ帰ったで、はい、行ってみるかって友達と一緒にさ、まあ、親友と一緒に行ったらさ、もう20人ぐらいおったけど、いるよ、お前、冗談やろと思って。こんなん行かんでいいやろと思って。顔だけ覚えて帰った。で、後日。で、後日。あ、後日もそらもう。しかも誘ってきたあいつ忘れちゃう。こんなんあったからって、お前来たろって言ったら。お前、俺忘れてねえけどな。そんなのはさ、買わなくてもいいじゃん。ああ、そう。いや、俺だって絶対負けるしさ。絶対負けますよ。俺、あの、なんていう、こんなにこう、勝つぐらいさ、全然気が強いと思ってないしさ。そしたら俺はじゃないんでね。そういうのはもう漫画の世界。そうそう、漫画で満足するじゃん。1対20で勝つ。ああいうの勘違いしたやつが大体こう、犯罪を犯しちゃう。ああ、なるほど。漫画に罪はないんですよ。それを受け取る側がどんだけこう常識みたいなの持ってるかっていうのは、だって話も俺やったら20人倒しましたって言いますよ。だって調べはないんですよ。
それは負けますよ。勝てるわけないじゃないですか。設定サッカー部許さんはと思ったもん。あいつらマジでよって。あの時。それ以降ね、たぶん常に僕と落ちたんですよ。なるほど。俺、剣道部やけどさ。何も言われない。木刀さえあれ。テーブクより木刀が入ったとおかしくない。あ、稽古、稽古ってこと。やりましたいいんですよ、僕は。でも使ったことない。まあ、家です。あくまで。ああ、そう。それでも来るとはない、やるけど。打ったことないけど、好き効果誰のこといっぱいあるけど、好き本当次やられたな、小学校の時は。マジ痛えよ。痛えやろ、どうだよ。ここに当たって、一応止めるとこある、受けはあるやんけど、あの、関係なく痛えよ。先生とかでわざと入れてくる。あー、なるほど。ダメ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 。怖くなくなるよ逆にこうなんか自分が強くなって勘違いするの先生に疲れるよりマシやろってなんか俺らでもさ、うん、何て言うの通行禁止とか書いてたらさいかんわけややっぱこう動画を出すっていうところには少なからずそういう責任も伴うしさ、ね、モラルというかねでモラルがね、お前が言うのも動画と思う誰よりも欠如したあなたが言う自分なりの、自分なりのモラルを持ってやってるさっき、田中にモラル一般人からしたら足りてないかもしれないしかもなんかそういうのをさ、うん、ちょっと炎上し始めの頃とかちょっと逆ギレしたりするやん。ああ、最初ね。なんかこうやばいやんみたいな。うるせえみたいな。いや、これちょっと黙って消せよ。いや、怖くねえからと思って。そうだよな。絡まれたりとかしようだけ。絡まれる怖さ知っとるやん。あれよりよっぽど怖えよ。デートであんなことやるの、やられるの。相手が見える。そう、見え恐怖よ。見えるやつらまださ、こいつは戦闘力やったみたいなさ、俺が25だからってなるわけ、計算できるけどさ、見えるやつらやっぱ怖いよね。でしかも震えて眠れみたいなこともかかるわけ。あれに逆切れできるやつすげえ強いな。やっぱある意味強い。強い。まあでも大体そんなこと言いながらも強いって言うから飛び座とかするんやろ。ダメって言われる。会社もね、ああいうちゃんと対応を取るようになったって、ああいうのはいい、ね、いや、これはもう無理やろ。そうやな。結局それでまた炎上する。いや、それで数稼げるんでやるやろ、あいつ。お前もやってみたらいいや。社会人としてモラルの欠如させてきたとかって。もうおしまいや。あれやられたら、ちょっと俺も付き合い考える。あ、なんかそれはダメだぞ。今日 YSP っていきなりまたがってブーブーってそれまだ決定じゃん自分多分こう発想が乏しいけどさ、うん、例えばああいう湯飲みをペロペロするとかあの発想ないもんないもんね、まず濃いのあ、ちょっと一回休憩しましょう一回体温状態でもあ、そうなんですよ、一回ちょっと確認しましょう気をつけて、どうですさあ休憩もして、まあ、一応今タイヤチェックしたんですけど、まあ、全然大丈夫。お前全然自分で見てねえ。いやピーザーが大丈夫って。そういうの一番危ねえけど。謎が謎呼ぶ鳥天せんべい。大分来たらぜひ鳥天せんべい。大分のお土産って、うん、何がありますかって言われたら何謎が謎呼ぶ
鳥天鮮めーって今の中でそれしかないよそれ言われたらもう雪せんべい買っていけっていやー寒い寒い。向こうの山の方はちょっと雲が明るい感じがする。いや俺信用してねそう言われましたよ。自分が言うことよりもヤフーの 10% の方が足が高いこれは降るぞこういう時のヤフーは信頼が10% のヤフーの精度は高いよむしろ 100% ってあってくる。前大分行った時もヤフー天気 10% ああそう。で帰りに雨がポツポツ、うん、寒いって帰ったお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さんお疲れする。